はい。悩んで、悩んで、悩み抜いて、まあ、千代がね、死んだのが、誰のせいとか、そういうのはさ、もう考えない。なんていうかさ、もう、それを言ったら、権能を持っている私を含めて、私も悪いし、私のせいでもある。じゃない？だから、私は、これは私のエゴなんですけど、やっぱりね、千代が死んだのは誰のせいでもないし、っていうか、やっぱりね、俺のせいかな。俺のせいなんだよ、全部。だから、もうね、自分の心に正直に行こうかな。深夜を支えてあげたいというか、もうこれ以上一人で背負わせたくないっていう気持ちが私の今の本音。それが私のエゴだから、それに従って生きる。選択肢全部見たくない？ どうしてですか？記憶を失いたくないからも見たいよな。ちょっと見るか。多分間違ってるけど。先輩は相川さんたちを守るために契約をしたんでしたね。そう。イデアを砕けば契約者は願いに関する記憶を失う。先輩の場合はもしかしたら相川さんのことを。それでもいつかは力を手放さないといけません。すみません。あんなことがあってすぐ決断はできないですよね。気持ちが落ち着いて、決心がついたら教えてください。まあまあそうだよね。 全選択肢見たいからちょっと見てくよ。ただの契約者らしい利己的な願い。深夜一人には任せられない。選んでみるか。力不足だって言いたいわけですね。やばい、機嫌損ねた。俺は契約者なんかに遅れは取りませんよ。誰が相手だってためらったりなんかしない。そう？先輩の力を借りなくても一人で契約者たちを倒せます。だから先輩が戦う必要はないんです。なるほどね。はい、じゃあちゃんと正解の選択肢選んでいこうか。最初からね、ちゃんと聞いて。先輩なら分かってくれると思ってました。契約を捨てる決心がついたんですよね。あとは俺に任せてください。力は捨てない。どうしてですか？力が必要だから。契約者は俺が倒します。それでも先輩が力を必要とするのは俺が信用できないからですか？それともただの契約者らしい利己的な願い。深夜一人の問題じゃないよ。はい、全部
俺の問題ですよ。俺がもっと優秀だったら、もっと早く契約者たちを全員倒すことができていれば、相川さんは死ななかったかもしれない。先輩が契約者になるきっかけになった出来事だって生まれなかったかもしれない。全部俺のせいなんです。先輩はただの被害者。後のことは全部俺に任せてください。自意識過剰だよ。自意識過剰？俺が？どうしようもないことだってある。どうしようもない、それってつまり俺なんかがいくら頑張ったって無意味だったって言いたいんですか？なんでそうなる？やっぱり先輩も俺を出来損ないだって思ってるんですね。思ってないよ。何もできないダメなやつだって。なんで？任せても無駄だって。そうじゃない、そうじゃないよ。先輩、泣くな。もうごめんなさい。なんで謝るの？頼りがいのないやつで。違うってば。それでもこれ以上先輩には傷ついてほしくないんです。なんでそこまで？だから教えてください。ん？どうしたら俺を信じて任せてくれますか？関わる決意をした。もうしてる。深夜のそういうところ全部ひっくるめて隣に立って歩んでいく決意をした。はい。一人で関わるな。俺の問題なんだから当然の話じゃないですか。誰かに迷惑なんてかけたくありません。深夜の問題じゃない。そうだ。またそれですか？だって実際そうなんだもん。じゃあ誰の問題だって言うんですか？誰かの問題じゃないの。そう、それ。はい。それなら誰のせいでもないなら俺はどうすればよかったんですか？どうすれば相川さんを守れたんですか？どうすれば先輩を傷つけずに済んだんですか？どうすればあんな辛い思いをせずに済んだんですか？あれはもう BGM がずるいんだよ。あれはもう私が駆けつけた時には遅かったし、どうしようもなかったんだよ。何にもどうしようもないことだった。じゃないですか。先輩の話は救いがない。理不尽だ。理不尽な出来事だった。嫌です。
理不尽なんて嫌だ、認めたくありません。どうしようもなかったなんて思いたくない。決められた運命だなんて信じたくない。深夜そんな言葉で諦めなんてつけたくありません。そんな私もだわ。もう理不尽はある。なら先輩は、相川さんの死がどうしようもなくて理不尽だったと認めるなら仕方がなかったって、そんな言葉で諦めがつくんですか。無理に決まってんじゃん。どうしようもなくて理不尽なら諦めるほかないじゃないですか。抗うんだよ。それでも靴が通りませんよ。不可解だ。理屈の話じゃない。だったら何だって言うんですか。エゴだ。そうだよ、エゴだよ。全部エゴ。エゴなんて利己的で醜いもの、正しくありません。正しい正しくないじゃない。え、悲劇を繰り返したくない。理不尽に負けたくない。抗うために戦いたい。噛んだ。そうだね、深夜一人危険な目に遭わせたくない。このエゴ、この思いこそが自分だ。そうだね、そうだ、そうだよ。それを決心してお前のところに来たんだよ。この気持ちを汲み取ってくれ。先輩のエゴは何。先輩は強くて優しくて諦めが悪い。優しくはない。理不尽は理屈でどうにもできないことだから、認めたら諦めるしかないこと、ずっとそう思ってました。でも理屈に縛られないそのあり方なら理不尽に屈することはないですね。そうだね。俺はずっとエゴという言葉が苦手でした。うん。エゴを誇る利己的な人間も、亮太郎さんとかな。でも先輩のエゴは嫌いじゃありません。もちろんあなたという人間も。俺はあなたという人間が好きです。尊敬をしています。唐突にそういうのぶっ込んでこないでくんない。は？は？何急に。やめろよ。そのあなたがエゴこそが自分自身だというのなら、そのエゴも尊重したい。うん。理不尽だから誰も恨まないという綺麗なエゴ、理不尽でも諦めず戦いたいという強いエゴ、俺一人を危険な目に遭わせたくないという優しいエゴ。先輩が一緒に戦ってくれることは心強いですし、先輩が俺のことを大切に思ってくれることは嬉しいですし、先輩のエゴを受け入れます。本当？ギギギ、巨色とガラス、壊れ物同士が結びついたか。壊れ物同士。おいおい、見てた
のバニタス。やめてよ、恥ずかしいから。悲劇を繰り返さないか、うん、望むのはいいが、方法は分かっているのか。知らん、でもやる。相川さんが亡くなった直接の原因は異界からの着信、霧のないところで着信があったのは学園内の歪みが大きくなったせいだ。そう言ってたみんな。そして歪みは消えない。歪みを解決するには結界を解いて濃度を下げるほかない。でも闇雲に結界を解いても外の世界を契約者と権能の危険にさらしてしまう。まずは危険を排除する。駿河台先輩とあのウジ虫に力を捨ててもらう。最後は先輩にも。そうだね、自分で砕けなかったら深夜がやってくれる。ギギ、自ら力を捨てようとするなんてまともじゃないな。しょうがないじゃん、それしかないなら。まあいい、お前の選んだ道だ、好きにすればいい。ありがとうバニタス。あら、あ、やべ。お久しぶりですね。相川さんのことは本当に残念でした。でも私あんまりソラさんのことは許せてないよ。お母様ですけど、でも、なんか、なんだろうな、事務的なんだよな。すごい、本当に千代のこととかさ、かける先生のこととか。やばい、思い出すと泣いちゃう。本当にさ、残念だって思ってくれてるのかな、この人は。白猫先生から目覚めたことを聞いて、ちょうどお話をしたいと考えていたところだったんです。とはいえ、いきなりお時間をいただくのは無粋ですし、都合がついたらお声掛けくださいね。何の話だろう。第2部あ、ユダ深夜編、信仰の騎手。わー、かっこいい。さあ、先輩は俺一人危険な目に遭わせたくないって言ってくれましたよね。ありがとうございます。でもだからって先輩が危険な目に遭うようなのは嫌ですからね。先輩にはこれ以上傷ついてほしくない。それが俺のエゴかもしれません。恥ずかしいこと言うなよ、もうやめろ、もう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 やだ、もうもうやだ、やめようかな、ここで。恥ずかしいからもうやめようかな。はい、じゃあ、ちょ、もう分かって、もう言わなくていい。はい、じゃあ、今回はここで終わりたいと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。先輩が次回も見てくださったら嬉しいです。いやで、ではまたなー。これ以上傷ついてほしくない。それが俺のエゴかもしれません。